いやー、乱世乱世、どうも、ミスター武士道でございます。本日は、どうするやつ本編開始第33回。裏切り者。いやー、ついに、行ってしまいましたね、カズマスさんが。はい。まあ、しかしですね、今回、この石川カズマの出奔というのが、まあ、一番大きいイベントではありましたけども、まあ、歴史的に、非常にこうね、語りがいのある出来事がたくさん起きてますので、今回もドラマでは描かれなかった、歴史的な出来事をいろいろと解説していきたいと思います。それでは行きましょう。第33回、裏切り者の解説でございます。さあ、まずは、もうこれ一人目の裏切り者と、ね、言ってもいいかもしれませんけども、信夫こと、織田信雄が秀吉に対して単独講和をしてしまったということがありました。まあ、周りをね、じわじわと攻められていって、家康に断りなく勝手に講和してしまったとね、いうことが、ちょっと触れられていましたけども、まあ、ただこの、信雄の単独講和、まあ、これに関しては、こういった、事情があるんだよというところで、ね、少し説明しておきたいと思います。まあ、決して、ね、こう信雄のね、贔屓をするわけではないんですけども、まずですね、9月6日にですね、実は、この信雄が単独講和する前に、家康も、家康型の人間も交えた、秀吉との和睦交渉というのが一度行われていたみたいです。これは、長久手の戦いでの、家康軍の大勝利から、まあ、約5ヶ月ぐらいですかね。長久手の戦いが4月に起きてますので、まあ、5ヶ月ぐらい経って、まあ、なかなかね、その、一進一退の攻防が続いていたので、ちょ、一回手打ちにしようぜと、秀吉の方から、持ちかけられたそうです。9月6日に、和睦交渉があったんですが、まあ、その時に、家康が断固拒否したと言われています。絶対に秀吉には頭を下げないぞと。俺は戦うと言って、まあ、家康が断固拒否したことによって、この交渉は決裂してしまったと言われております。そしてその、10日後、9月16日に、秀吉方の武将、蒲生氏郷によって、信雄の城、伊勢、へぎ城という城が攻略されてしまいました。このへぎ城が陥落したことが、まあ、信雄にとっては、まあ、かなり、精神的なね、ダメージが大きかったのではないかと言われています。まあ、おそらくね、その9月6日の和睦交渉の時点では、まあ、信雄の中にもね、ちょっともういいんじゃないかと。今、このタイミングでね、秀吉の方から和睦しないかって言ってきてくれてるから、ここで和睦を結べば、結構自分にとってもね、有利な状況で決着がつけられるかもって思っている中で、家康が嫌だってね、戦いましょう、信雄様ってね、言ってきたから、その時は、まあ、家康の言う通り、やっぱ秀吉と戦うっていう道を選んだけど、その10日後にね、城を落とされちゃったわけですから、ほら見たことかと。やっぱり秀吉強いじゃんと。ね、勝てるわけないじゃんと。もしかしたら、信雄は思ったのかもしれませんね。ああ、家康がね、もうこう、戦いたいとか言ってね、和睦したくないとか言うからね、戦い続けたけど、やっぱやられちゃったじゃん、みたいなね。あの時和睦しとけばな、みたいな気持ちが、もしかしたら信雄に芽生えていたかもしれません。それから、約2ヶ月後、まあ、じわじわと、こう、信雄のね、城が、陥落していって、そして、まあ、家康も信雄を救うために清須のね、方に出陣したりとかしていたんですけども、11月11日、秀吉と信雄の会見が実現し、単独講和という形になりました。信雄は、まあ、一部の領地は安堵してもらった上で、領地を割譲して、自分の娘を人質に、差し出しています。まあ、養女としてね。なので、家康の子供ね、おぎいが人質に行きましたけども、まあ、それ以外にも信雄の方も、まあ、ちゃんと人質を出して、まあ、秀吉と和睦を図ったということがあるわけです。で、さらに、その後ですね、11月28日に、秀吉が、朝廷から従三位権大納言という、位、官職を与えられて、まあ、これはその時、正五位の下、左近衛中将だった信雄を上回っていますので、まあ、完全に立場が、逆転したわけですね。まあ、このあたりのね、この官職っていうのはちょっとややこしいんですけども、まあ、戦国時代、まあね、その、それぞれ武将たちが実力で、領地を切り取って、天下統一するぜみたいなね、天下取っちゃうぜみたいな。まあそういう時代をね、イメージされる方もいると思いますけども。まあ一応こういうね、秩序だったものというものも、一応あるわけですね。まあどれぐらいこれが機能しているのかって言われると非常に難しいんですけども、まあちゃんと天皇が、こうね、その武将たちにも、こう、官職っていうね、位と仕事を授けるっていう、役職を授けるってことをやってまして、だから天皇的に言うと、秀吉の方が、信雄より上ですよと。まあ、それまでは、織田家の家臣の秀吉、織田家の家臣の家康みたいな変わっちゃったけども、いやもう織田家の家臣ではなく、天皇的には秀吉の方が上、みたいなね。位で言うとね、立場逆転みたいなことが起きたわけです。で、まあこの後秀吉の関白就任っていうのがあって、もうそれは揺るぎないものになっていくわけですね。で、そして、この家康と信雄との、戦いを終えた秀吉の攻勢が翌年から、始まっていきます。3月には、西下、根殺しですね。奇襲征伐を行って西下州根殺しを討伐しました。ちなみに、この戦いの時に、家康の息子で人質になっている小木が陣中見舞いとしてね、秀吉の元に行ったらしいんですけど、その時石川数正は、そこに同道していたそうです。
はい。なので、ね、まあ、今回ね、石川数正だけが、家康の家中の中で、もう、秀吉はすごい、秀吉はすごい、みたいなね、叶うわけがないみたいなことを言ってましたけども、石川数正だけが、本当にもう目の前で、やっぱ秀吉の活動っていうのを見てるわけですよね。だから目の前でその、奇襲征伐で、ものすごい軍勢でね、最下衆とか根殺衆とか、信長すらを苦しめた、こいつらをね、やっつけていたっていうところを、まあ、間近にして、数正もね、やっぱ秀吉すげえなっていうふうになっていったんだと思います。石川数正以外の家臣でね、こう、秀吉のそばに行って活動していたっていう人はいないので、まあそこで、このね、三河の家臣団と、数正の間に、ギャップがね、できていってしまったのかもしれません。そして、6月には、越中のさっさなりまさを秀吉は攻めています。これは全くドラマで触れられませんでしたが、このさっさなりまさ攻めのタイミングで、秀吉は家康に追加の人質を要求してるわけですね。だからこの小牧長久手の戦いでの和睦で、おぎいと、まあ、石川数正の子供たちっていうのを、自分人質にするっていうことで和睦しましたけども、まあ、今度は、さっさなりまさ攻めるよと。で、このさっさなりまさは、家康に対して、一緒に戦いましょうっていうことをね、言いに来てて、まあ、同盟関係にあったわけですよ。サラサラ越えっていうね、有名な話がありますけども、このさっさなりまさが家康に援軍を求めるために、真冬の北アルプスを越えて、登山してね、越山して、家康の方にやってきて、助けてくださいって、援軍を送ってきてくださいって、秀吉と戦いましょうって言いに来たっていう、まあ、伝説があるわけですよね。本当にその、ね、極寒の真冬のね、雪山の北アルプスを越えてきたのかどうかちょっとわかりませんけども、まあ、ともかく家康とさっさなりまさっていうのは、まあ、協力関係にあったわけですね。で、今回さっさなりまさ攻めるけど、お前裏切らねえよなと。お前はやっぱり、この和睦やめだっつって後ろから攻撃してこねえよなっていうことで、まあ、その証として、追加で人質出してくれというふうに秀吉は言ってきたわけですね。まあ、結局、家康は、それをね、その追加の人質を出すということは渋ったんですが、さっさなりまさを助けることはできず、なりまさはここで、敗北してしまいます。そしてその翌月、7月に、秀吉が関白に就任しました。これで秀吉はもう天皇の次のポジションね、もう日本という国においては天皇の次のポジションに来ましたので、ドラマでも言及があった通り、征夷大将軍より上になったというところがあったわけです。まあ、この秀吉が関白に就任できたのはなぜかっていうところは、過去の動画でね、詳しく話しています。なぜ秀吉は豊臣になったのかというね、動画の中で、詳しくその経緯話してますので、興味がある方はぜひそちらをね、見てみていただきたいんですけども、まあ、ここで関白になったっていうのは、まあ、本当にすごいことですね。前例のない、ことをね、したわけですからね、秀吉っていうのはものすごいことです。で、そのね、よく言われるのが、まあ、秀吉はその征夷大将軍に本当はなりたかった、武士の統領である征夷大将軍になりたかったんだけど、出自が卑しいから、その後、関白になる、しょうがなく関白になりましたよ、みたいなね、そういう俗説が今まで言われていたんですけども、まあ、それは、完全に間違いで、そもそも、ね、関白の方が、まあ、征夷大将軍よりもね、出自で言ったら難しいわけですよね。その征夷大将軍は源氏しかなれないみたいな話もありますけど、別にそういう、まあ、決まりは特になくて、家康だってね、源氏としては認められてないわけですからね、朝廷から本来だったら。藤原氏っていうことになってますからね、この時点ではね。で、後々、まあ、源氏に改正し征夷大将になってますけども、その出自がどうとかいう話じゃないわけですよね。別に秀吉だって、多分、ね、その、手を変え、品を変え、やれば、征夷大将軍になれた可能性あるかもしれませんけども、まあ、この時はまだ、足利義昭がね、存命で、征夷大将軍の任務、別に朝廷から解かれていないっていうこともありますし、その、格で言ったらね、もともとその、平安時代から続く、ね、その日本のシステム的に言えば、天皇がいて、貴族がいて、その下に武士がいるみたいな話ですからね。武士は番犬とか呼ばれてたわけですから、平清盛の時代とかはね。番犬って言われてたんですよ。だから武力を持って、まあ、争うする奴らってことで、まあ、貴族に、こう、刺激されてたっていうのが武士だったわけですよね。まあ、でも、それが源頼朝からね、始まって、どん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 その武士の力っていうのが大きくなっていって気がついたら、そのね、武士と貴族がこう、まあ、ごっちゃになるみたいな状況に、この戦国時代には、まあ、なっちゃっているっていうことがね、あった上で、秀吉は、その、関白になってるわけですから、まあ、本来の形で言えば、貴族の方が上っていうことがあるわけなんで、やっぱ秀吉のこの関白の方が、征夷大将軍より上っていうことがね、言えると思います。そして8月には四国の戦国大名、長宗我部元親を降伏に追いやりました。そして、長宗我部元親はね、ほぼ四国を統一しかけていたんですけども、まあ、ほとんどの領地を奪われて、土佐一国だけを安堵されるということになりました。まあ、それでもね、地方に飛ばされたりとかしてないだけ、まだマシかもしれないですよね。そのね、北条とかみたいに完全に滅ぼされるということもなかったですか。一国だけ安堵してもらったっていうだけで。まあ、長宗我部好きとしてはね、せっかくね、四国をね、ほぼね、切り取ろうとしていたところでね、土佐一国になっちゃったのはかわいそうだなと思いますけども。まあ、そもそもの始まりを考えたら、この長宗我部氏もね、小さな国衆からスタートしているので、まあ、土佐一国っていう、土佐一国の安堵っていうだけでもね、まあ、十分よくやったのかなというふうに、まあ、個人的には思いますけども、まあ、ここで長宗我部元親を秀吉に屈服しました。ちなみに、この四国征伐は、秀吉に代わって、弟の羽柴秀長が総大将となって、
軍を率いていますので、まあドラマの中でね、秀長がわざわざ沢田正幸のところに、挨拶しに行くみたいなシーンがありましたけども、まあさすがにちょっとあれはありえないかなと思います。めちゃめちゃ多分忙しいと思いますんでね、この時の秀長っていうのはね。さあ、そして、その8月、家康の方でも大きな動きがありました。それが第1位上田合戦です。まあ、ついに現れましたな。表裏卑怯のこの沢田正幸。この沢田正幸と徳川軍が戦ったというね、第1位上田合戦です。この時、徳川軍は7000の兵力。そして沢田軍はたった2000の兵力だったと言われています。なので、3倍以上の兵力差があったんですね。にも関わらず負けてしまったということがあったわけです。この時、徳川軍7000を率いていたのは、鳥居元忠。大久保忠世、平岩親吉の歴戦の勇士たちでございました。まあ、ただ、総大将たる家康は不在だったんです。家康はね、その秀吉側の動きを牽制しなきゃいけないので、浜松城に残っていました。なので、こうね、ベテラン武将たちに、軍を任せて、沢田討伐を行ったわけです。なんでこの沢田討伐をね、行ったかっていうのは、詳しくは、沢田正幸の解説動画でも話してますけども、天正神武の乱の時に、もともと沢田正幸は、沼田城ってね、お城になる沼田領を、自分の土地として安堵してもらうっていう約束で家康側についたわけですね。それまでは北条に味方するって話だったんですけども、まあ、北条を裏切って家康側についたことが、あったんです。でも結局家康が、北条と和睦したので、その北条に和睦する証として、この沢田の、沼田領を、北条に引き渡しますってことを家康が言っちゃったわけですね。だから正幸としては、いや話が違うじゃんと。もともと自分に領地安堵してくれるって話で、北条を裏切って家康側についたのに、北条同盟するって言ってね、その自分の領地を持っていかれるってのは話が違うじゃないかっていうことで、まあ不満をあらわにしてたわけですね。でちなみにこの上田合戦に関しては、資料が乏しいそうです。あまり一位資料がないので、詳しいことはわからない。まあ後世の軍記物語とかにね、書かれていることが手がかりになってくるので、もしかしたら全てが本当のことかどうかはちょっとわかりませんけども、この時正幸は、上田城に籠城して、徳川軍を、関川というね、川を越えさせて、あえて、上田城の二の丸まで誘引したというふうに言われています。で、やっぱね、川を越えちゃうと簡単にはね、逃げれませんから、その川をわざと越えさせて、この城の中に引き入れて、で、しかも城の中には大量の柵を、ね、立てておいて、一回入ったらなかなか出られないみたいな、状況で、だから、ダンジョンみたいな二の丸を作っていたんでしょうね。そういうことをやっていたみたいです。で、息子の信行を砥石城というね、別の城のところに入れておいて、背後を、この信行の別動隊に襲わせるという作戦で、徳川軍を破ったというふうに言われています。3倍以上の兵力差があったわけですけども、うまいことね、その地の利だったりとか、ダンジョンのようにね、したこの上田城の二の丸を利用して、この数の不利を元もせず、徳川軍をやっつけたというところがあったわけですね。また、三河物語とかによると、まあ、この時、その将兵たちの、練度が低かったせいでですね、だからなんか、新人が多かったみたいですね。新人の、武将とか兵士が多かったせいで、まあ、本来だったらそんなね、ダンジョンのように入り組んだ、防御がね、敷かれた二の丸だったら、放火して火をつけて焼き払った方がいいんですよ。で、その防御を丸裸にしたから、本丸を攻撃するっていうことをやった方がいいんですけども、その経験不足な人たちばっかだったから、むやみに、その城の中に入り込んでいって、で、今これ火放ったら、中に入っていった、二の丸に入っていった三河たち、もう一緒に焼いちゃうことになるから、放火するのやめましょうみたいな話になって、で、まあ力づくですね、力攻めするみたいなことになって、結局、まさに術中にはまってしまったっていうことが言われています。まあ、ただ、こうね、三河物語に書かれていることが本当かどうかちょっとわかりませんね。だって、鳥居元忠とか、ね、大久保忠世とか、平岩親吉とか、これだけ歴戦の武将がいておいて、それでなんかね、その、経験不足な兵士が多かったんでっていうのは、ちょっと、なんかその言い訳が通用しないんじゃないかなっていう感じはします。まあ、もちろんね、信濃とか甲斐の、この国衆たちを動員しての戦いですから、その、徳川家のね、直属の、代々使えてるね、武将とか兵士たちばっかりではないので、確かに統率は難しかったっていうのはあるかもしれません。まあ、いずれにしろ、沢田正幸の作戦勝ちということで、口を口をにやられてしまったと。千人ほどの被害が出たと。徳川家はね、千人ほどの死者が出たというふうに言われています。まあ、ちなみに、沢田信繁。沢田幸村のね、名前でも有名ですけども、正幸の次男ですね。後に徳川家康を追い詰めることになる人物ですが、この時信繁は上杉家の人質として、この沢田の領地を離れていますので、まあ、本当だったらいないはずです。はい。まあ、だからドラマの中でね、その、親子三人揃うみたいなシーンがありましたけども、まあ、信行は、砥石城にいるし、信繁は、その人質として上杉の方に行ってるから、まあ、本来だったらあそこに三人が揃うってことはないんでしょうけど、まあ、当然ね、ドラマなんで、そこで別々に映すわけにもいかないので、ね、ドラマなんでそこで三人を出して、まあ、紹介するっていう形になっていたんでしょうね。まあ、でもこの信繁がね、すごい、なんかちょっと沢田丸の時の、ね、坂井正人さんが演じた信繁を彷彿とさせるような雰囲気でしたよね。ああ、なんか、いいですね。うん。ああ、なんか懐かしいなっていう。信繁を初めて見たはずなのに、いや、なんか懐かしいなっていうふうにね、思っちゃいましたね。はい。まあ、確か、沢田丸では、その上杉に人質に行ってたけど、その上杉軍の援軍の中に、
あのね、沢田信繁がいたみたいな話になってたと思います。海活からね、行ってこいみたいなね。実家の窮地なんだからね、お前も行ってこいみたいな感じでね、あの、参加させてもらったみたいな感じになってた、気がしますけどね。はい、実際のところは、まあ、信繁がこの時どういう動きをしていたかは、資料上からは確認することができません。で、そして、上杉軍を追い払った沢田正幸は、上杉家の援軍の力を借りて、上田城を大改修して、まあ、さらに、徳川軍を手こずらせるということになりました。もともとこの上田城っていうのは、沢田正幸が、徳川方に着いた時に、後々、上杉家を戦うことになるであろうからってことで、家康が作ってくれた城なんですよね。それを、正幸は奪って、で、そのね、徳川に作らせといて、徳川を追い払うのに使って、で、さらにその、本来やったら上杉を倒すために作られたはずの城なのに、上杉の力を借りて、回収をするっていうね。だから本当にその、うまいことやってますよね。そういう力のある人間の力を利用して、自分の最強の城を作ってしまったっていうね。恐ろしい男ですね。本当ね、沢田正幸っていうのは、まあ、武田信玄の軍略を受け継いだとも言われていましたけども。まあ本当にね、非常に優秀な人物だったんだと思います。正幸のね、解説動画もね、出してるんで、ぜひそちらもご覧ください。さあ、そして、上田合戦に敗北してしまった徳川軍。状況が好転しないまま、ついに重臣石川数正が出奔してしまいました。この上田合戦の1ヶ月後、9月には真田正幸は、秀吉に書状を送って接近し、これから秀吉に力を尽くしますよと、秀吉の進化になっております。正式にね。まあ、それまでにも当然その、上杉と秀吉は繋がっていますから、まあ、その上杉を経由して秀吉のバックアップみたいなものはもしかしたらあったかもしれませんが、ここで、正式に真田正幸は、秀吉の進化になりましたと。そして、10月には、信濃の国の小笠原定義っていう武将が、秀吉方に寝返ります。直前まではね、この定義は、その、家康側として戦ってくれていたんですけども、裏切っちゃうんですよね。しかも家康のおかげで、この信濃に戻ってこれたっていう人だったんですが、秀吉の調略を受けて、寝返ったみたいです。で、これもね、ドラマで触れられていませんでしたが、この小笠原定義と石川数正の間にも、その関係性が構築されていて、小笠原定義の、子供、息子が石川数正のところに人質として送られていたんですよね。なので、この小笠原定義、信濃の国を任せた小笠原定義の面倒を見るのも石川数正だったわけです。まあ、そんな中で、この、どっちが先かはわかりませんが、まあ、いずれにせよ、この小笠原定義の寝返りっていうのは、数正の責任にもなりますから、もう数正としては居場所がなくなったので、ここで、完全に、秀吉方に寝返る。数正も出奔するということが決まりました。11月に、数正は家康の元を離れ、そして、秀吉の臣下として、石川出雲の神、義輝を名乗るということになったわけですね。はい。まあ、ここもちょっと急だったんですけどね。まあ、本当だったら、まあ、ドラマの中でややこしくなるから、省略されてると思うんですけども、本当だったら、これ、数正、家康から安の字をもらって、直前に石川安てるっていう風に改名してたんですよね。まあ、この、てるっていう字がね、どっから来ているかはちょっとわからないんですが、家康から安の字をもらって、安てると名乗っていたところ、秀吉のところに行ったので、秀吉の義の字をもらって、さらに、家康の安の字を捨てて、義輝となったわけですね。だから石川数正から石川義輝に名前を変えたっていうこと以上に大きいわけですよね。だって安輝から義輝になってるわけですから、安の字捨ててるんですからね。これはかつて家康が今川義元の元の字を捨てて元康から家康になったみたいにね。その主君からいただいた名前を捨てるっていうことは、あなたを敵対しますっていうことを表明してるわけですから、かなりこれは大きいことなわけですよね。まあ、ちょっとドラマの中では、数正っていう名前統一されてるから、ちょっとそこは描かれませんでしたけども、まあ、それ以上に、これは重たい行為だったわけですね。この実名の、改変というのはね。で、さらにそのね、出雲の神というふうになってましたけども、もともと数正は宝器の神を名乗ってたわけですよね。石川宝器の神。まあ、ただ、この宝器の神っていうのは、おそらく、朝廷が正式に与えられた、図領名ではなくて、多分ですけどね、数正が自称してたものだと思います。まあ、さすがに、ね、家康の一家臣である数正が、そんな国司のね、図領名を朝廷からいただけるっていうことはさすがにないと思うので、まあ、宝器の神っていうのは多分自称で、で、秀吉はもう関白ですから、まあ、その自由にね、官職を与えられるわけですよ。なので、この出雲の神っていうのは、正式に朝廷から、関白秀吉から、任官された、図領だということがわかります。だからそれまで自称していた図領名も、なくして正式に朝廷から与えられた出雲の神という、官職名と、そして、義輝というね、新たな名前で、完全に豊臣の人間として石川数正は生きていくことが、まあ、ここで決定づけられたというところがあったわけです。いやー、しかしね、本当にこのね、もう松重さんのね、演技がすごい良くてね、完全にその豊臣の武将になったとはいえ、まだまだちょっとね、なんか戻ってきてくれそうな感じもしますよね。まあ、歴史的には戻ってこないんだけど、まあ、この後の石川数正がね、どんな動きをするのか非常に注目でございます。
さあ、本日のお話はここまででございます。いかがでしたでしょうか？いや、ほんと良かったですね。ずっと、友と一緒でござるって言って、ねえ、家康のと離れていくって、ほんとあのシーン泣けましたね。すげえいいシーンだった。あとやっぱ家康がちょっとね、威厳出てきたから、ちょっと見やすくなってきましたね。それまでのなやなやした家康は違ってね、だいぶ威厳ができたので、面白くなってきましたね。ただこのね、家康の、そのね、秀吉に対して、絶対に頭を下げないっていうのは、まあ、歴史的な記録を見てても、だいぶ頑固だなと思うんですよね。なんでそこまでね、家康がね、秀吉は頭を下げたくなかったのか、まあ、それは戦国大名としてのプライドなのか、ね、そのドラマの中で言われていた通りね、これまでやってきたもの全てが水の泡になってしまうから、それだけは避けたいっていうことなのか、まあ、わかりませんけど、まあね、ドラマの中ではそのセナとの約束もあるからっていうところで、非常に、まあ、家康頑固になってますけどね、そう譲れないものがあるからこそ、まあ、この決別というのがね、来てしまったという感じですね。はい、来週以降も一緒に楽しみでございます。何か質問やね、ご意見などございましたら、コメントの方にお願いいたします。参考文献などは動画の概要欄に書いておきますので、そちらもご確認お願いいたします。そして最後、告知でございます。私もね、お世話になっております、春樹でございますチャンネルとの、コラボ配信が決定いたしました。9月2日土曜日の夜8時からですね、三国志会議ということで、私、ミスター武士道が MC を務めさせていただきまして、豪華ゲストとともに三国志について語るという会をやりたいと思います。ラッパーのダースレイダーさん、それから、日本放送アナウンサーの箱崎みどりさんもご登場されます。そして小座先生もね、すごいですよね。超異色ですね。ちなみに、あれか、箱崎さんも、ダースレイダーさんも、小田先生も、三人とも東大ですからね。すげえ。賢い人ばっか。そこに私みたいなね、どこの馬の骨とも知れない YouTuber が、こうね、舵取りしに行くっていうのね、なかなかこう、むしゃぶりがしますけど。そこで三国志の話をするというね、方でございます。まあ、私もね、戦国時代大好きですけども、まあ、ちょこちょこね、三国志の動画も出したりとか、たまにしていたぐらいの三国志好きではございますので、まあ、今回ね、その三国志はよくわからないけど、こうね、歴史が好きっていう方には絶対に、刺さるようなね、エピソードがたくさん三国志ありますので、興味持った方は、こちらのね、配信も見に来てください。それでは、またお会いしましょう。さらばじゃん。